皆さんこんばんは。パッションチャンネル笹の葉キララの一人旅チャンネル、今回で207回目になります。今回は岡山県の岡山駅の周辺をまずはご案内させていただきたいと思います。それでは今回もよろしくお願いいたします。パッションチャンネル笹の葉キララの一人旅チャンネル、今回で207回目になります。今回は岡山県でございます。これから岡山シリーズが続きます。岡山県のまずは岡山駅の周辺、いろいろと散策しながら岡山城まで行きましたので、そちらの様子をご覧くださいませ。それではどうぞ。ということで、岡山県の岡山駅の周辺、そして路面電車に乗って駅から岡山城のあたりまで行くというその様子をご覧いただきました。いかがだったでしょうか。これから岡山シリーズ続きますので、どうぞお付き合いいただきたいと思います。それではまたお会いいたしましょう。バイバーイ。